皆さんこんにちは、あかねです。今日はイギリス人のファーガスさんにインタビューしたいと思います。ファーガスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ最初に自己紹介お願いします。はい、私はファーガス・マックラウドと申します。イギリス人で2年前に日本に行きました。今は日本の会社に働いてるんですけど、まずは留学で1年間日本の、日本語学校で日本語を勉強して、でその後会社に入って今まで働いてきています。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ファーガスさんに日本語の勉強を始めたきっかけとか留学について聞いていきたいんですけど、はい、まず初めに聞きたいのは、日本語を勉強したきっかけを教えてください。そうですね、日本語を多分勉強し始めたのがもう4年くらい前の話で、その時は、イギリスの大学にいました。で、その大学は日本の ある大学との連携があって、で常に日本人の学生がうちの大学にいたんですね。で私はちょっと、その人たちとちょっと接点を持って、でちょっとなんか日本語でコミュニケーションできたら楽しいかなとちょっと考えがあって、でちょっと独学でなんか教科書とか買って、でそのなんか毎週その学生がなんか日本語のレッスンみたいなのを開催してたので、それで参加したり、ちょっと未熟な日本語を試しにちょっと練習したりとか、でちょっと、もっともっと勉強するうちにちょっと自分のその上達の実感がちょっと楽しくて、でちょっともっともっと勉強したいなって思って、でそれでなんか日本でなんか留学できないかとか、これから日本でもし働くんだったらどうすればいいとかという考えを持ち始めました。じゃあ最初のきっかけは日本人とコミュニケーションしたいっていうのがきっかけだったんだね。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次はですね、留学経験について聞いていきたいんですけど、何年間どんなところで留学しましたか？はい、そうですね、2年前の9月にですね、日本に最初に来た時は早稲田大学の日本語学科に入って、でそこで1年の勉強をしました。で主にその、JLPT を、取るための授業が多かったんですけど、その他にもちょっとなんか文化特に関する授業とかもいろいろあって、であそこで日本語の勉強を主にしてました。そうなんだね。そのさ、最初留学を始めた時ってJLPT でいうとどのくらいのレベルだった？そうですね、試験とかは受けたこともなかったんですけど、多分 N3 レベルくらいですかね。普通になんか日常会話ができるくらいで、だけどやっぱり一番なんだろう、その上達したのがやっぱり日本に来てからで、ちょっと毎日生活に使う感じになるので、やっぱ一番役に立つなと感じました。そうなんだね。じゃあ1年間留学してどのくらいのレベルまで行きましたか？最終的な目的は N1 が取りたくて、でそれを、1年前の、夏に受けて、でそれは無事合格できました。すごいね。じゃあ、約1年間でだいたい N3 から、N1 くらいまでには到達したということ、できましたね。ちょっと勉強多かったんですけど、多分それもできると思います。すごい、頑張って努力して取ったっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次はですね、今ファーガスさんは日本の会社で働いているので、まずね、どうやって就職活動しましたか？そうですね、私は日本で働くつもりで日本に来ました。でちょっと来た時からこの業界で働きたいっていうのがあって、でその業界の会社、日本でどういう会社があるのとかを、ネットで調べたりとかで、多くの会社はなんかインターン制度とかやってる会社が多いので、でそういう会社を、抽出して、で本当にメールで私今日本の大学にいて、
で、あのちょっと、まあ、あなたの会社でちょっとインターンでちょっと働かせてくれないかって頼んだら、まあ、ちょっとそれに、まあ、答えてくれて、あの、まあ、インタビューをあの準備して、で、まあ、そのようにあの、まあ、入社できたんですね。すごい。でもこう自分から、ね、こう積極的に、まあ、インターンやりたいっていうのをこうアピールしたっていう感じですね。うんうん、そうですね。わかりました。じゃあ次は日本の履歴書についてちょっと感想を聞きたいんですけど、まあ、皆さんご存知の方もいると思うんですけど、日本の履歴書には写真を貼ったり、あとね、性別を書く場合が多いです。ファーガスさんはこれについてどう思いましたか？そうですね、あのやはりあの一番なんだろう、違うって感じたのが、なんか CV は結構自由にあの書くものなんですけど、だけど日本は結構そういうあの書式フォーマットが結構決まっていて、はいはいはい、うん、で本当にコンビニで履歴書のこう記入するだけのなんか、まあ、書類とか売ってるくらいなんで、結構、まあ、埋めるのがちょっと簡単だったんじゃないかなっていう感じでしたね。なんかここだけ埋めて、なんか自分で考える必要が、まあ、そこまでなかったといいますか。あ、うん、逆にもう書くことが決まってたから簡単だったんだね。そうですね、ある意味ちょっと安心ですね。なるほど。でもイギリスとかだと結構書式が自由なんだ。そうですね、あの、うん、何入れたいのかとか、なんか趣味とか書く人もいれば、まあ、書かない方がいいとか思ってる人とかもいるから、うん、結構あのどの仕事に、まあ、応募するのかによって、うん、まあ、アジャストすること多いんですけど、逆に日本は、まあ、こうここだけここだけ書いて、確かにあの接種すればいいっていう感じなんで、ちょっと。うーん、どうなんだね。ちなみにその、まあ、イギリスの書士が自由って今言ってたんだけど、そこに個人情報って書くんですか？あまり書かないですね、性別とか年齢とか、まあ、写真も貼れないし。そうなんだ。だからそういう意味ではやっぱりちょっと違うんですね。わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ今度はですね、日本の面接でどんなことを聞かれましたか？そうですね、いろいろ聞かれましたけど、うん、だけど、まあ、主なところが多分あの入社動機、あの希望、この会社を希望した理由で、あの主にこの、まあ、どうしてこの業界で働きたいのと、うん、あのどうしてその業界の中で私たちの会社にしたんですかっていうところで、うん、やっぱそういう、もし面接するんだったらしっかりとあの、まあ、その理由をあのちょっと考えておく必要が、まあ、あると感じました。でちょっとその他にはあったのが、なんか、まあ、本当にあのちゃんと日本に、まあ、残ってくれるのかっていうあの心配は多分日本の会社多分あると思いますね。新卒であの誰かを、まあ、雇うっていうことは、まあ、会社がそれなりのまあ、リソースとか資源を使って、まあ、教育してくれるものなの でそれでもしあの、まあ、日本にいたら2年働いていろいろ経験とかあの、まあ、知見吸収してで国に帰ったら、まあ、会社にとってはちょっと損なので、そこはちょっと納得させる必要があるんですね。そうですね、まあ、これは外国人の方だけじゃなくて日本人も同じだと思うんですけど、やっぱり会社にとってはまあなるべく長く働いてほしいって思ってる企業が多いと思うので、そうですね、まあ、そういうことは聞かれる場合が多いかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度はファーガスさんが今やっている仕事についてちょっと聞きたいんですけど、まあ、簡単でいいので会社がバレない程度にあのどんなことをしているか教えてもらってもいいですか？そうですね、私は再生エネルギー あの業界で働いてます。具体的に言うとあの風力ですね、あの風車を立てて、でその風の力を、まあ、電気にするっていうあの、まあ、機械なんですね。であの、まあ、さらに具体的に言うとあの風車は基本的にあの、まあ、陸の上にあの建てるものなんですけど、あの日本では最近こう海の上にも建てたいっていうあの、まあ、動きがちょっと広まりつつあるので、やっぱその海にするとちょっと規模が大きくなるし、あのちょっとできる電気もまあ増加するので、やっぱちょっとこれからの、まあ、始まったばっかりの、まあ、業界というところでちょっと働いてみたいと思いました。
なるほど、ありがとうございます。結構ね専門用語が多かったんじゃないかなって思うんですけど、今仕事で使ってる言語は日本語ですか？そうですね、9割日本語で1割英語っていう感じですかね。結構こう海外の、あの会社と関わる機会があるから通訳したり、あの、まあ、司会者みたいなところをやったりとかして通訳できてます。ちなみに通訳の経験って今まであったんですか？あ、いや、ちょっとありませんね。じゃあもう会社に入って、まあ、ファーゴさん英語できるでしょ、やってみたいな感じで。そうですね、ちょっと適当な通訳なんですね。わかりました、まあ、でもね信用してるから多分任せてもらってると思うんですけど、はい、じゃあ同僚とのコミュニケーションについて聞きたいんですけど、はい、まあ、同僚はほぼ多分日本語ネイティブの方ですよ ね、 そうですね。どうですか、なんか難しいって思うことありますか？やはり難しいですね。まあ、結構あの会議とかの時で、うん、まあ、意見とか議論したりとかすること多いんですけど、やっぱこう日本人同士だとちょっと、まあ、その話し合いのスピードがちょっと追いつくのがちょっと難しいところで、で大体その自分がまあ意見がいけるくらいのちょっと考えが まとまった時にもう議論が進んじゃってるので、そこはちょっと、まあ、スピードっていうところはまあ大事だなってちょっと考えました。確かにそうですよね、日本語が母語じゃない中で、まあ、しかも会社の打ち合わせとかで自分の意見を言わなきゃいけないときに、やっぱり少し自分のね頭の中で考えたいけど、もうその考えてる間にはもう別のこと話してるみたいな ね、多分もちろんそういうこともあるから、まあ、結構難しいですよね。わかりました。じゃあ、最後に聞きたいことが、まあ、外国人の方がね日本で働くときに、まあ、気をつけた方がいいこととか、まあ、なんかファーガスさんが経験してきて思うことがあったら教えてください。そうですね、やはりあの働くことで、うん、あのそういう、まあ、他の日本語を使う場面とか友達と話すときとか一番、まあ、気をつけるべきだなって思ったところが、まあ、友達同士とか喋るときに少し分からないこととかがあればそれをちょっと、まあ、笑ってごまかして、ちょっとあまり何度もちょっともう一回言ってくださいっていうのがちょっと、まあ、迷惑かなって思うときあるかもしれないけど、働くこと仕事になるとそういうわけにはちょっといかないと思います。あのやはりあの仕事は、まあ、正確にあの勘違いがないように、まあ、きっちりとコミュニケーション取ることが大事なので、もし分からないことがあればその時にちょっと、まあ、正直にあの聞くのがやはりあの必要なことだなと思います。もししなかったとしたら、まあ、後で聞けなきゃいけないことになるだけなので、それでしたらその場でちょっと恥ずかしいながらも聞くのがベストだなと思います。いや本当にすごく今大切なことを言ってくれたんですけど、まあ、日本人でも同じです。やっぱり最初初めて仕事をするときってわからないことだらけで、でもなかなかね聞きにくいことって多いと思うんですけど、でも聞かないと、聞かなかったことによってミスがあったりとか、こう大きな問題に、ね、なってしまうこともあると思うので、あの本当に聞くことって大事ですね。あのいいことを言ってくれました。じゃあ、あのですね、最後の最後にファガさん英語を話してほしいんですけど、okay. あの、まあ、もう一回さっきのアドバイスをちょっと英語でお願いしてもいいですか？ OK、sure、So I think one of the most important things in terms of using Japanese in the workplace compared to just using it in sort of everyday conversation with your friends is when there's something that you don't understand, I think, you know, if it was just, you know, you're out with your mates having a good time, you can kind of laugh it off and just, you know, continue going on. But when you're in the workplace, I think that's not really something that you can do. I think you've really got to be clear that you don't understand something and then really sort out that misunderstanding before it escalates. Because at the end of the day, if there's something you don't understand, then you're probably going to have to end up needing that information later on. You're just going to have to ask at a later stage where it's probably even more difficult to do so. So I think that's a really important point to be clear on. ありがとうございます。私初めてファーガスさんの英語聞きました。なんか、日本語が流暢すぎて、日本
で生まれ育ったんじゃないんですかって多分聞いてくる人がいるかなって思ったので一応その証拠として英語を話して とんでもないですもらいました。いや、はい、本当にファーガさん今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。今日はここまでです。バイバーイ。写真を貼ったりあと性別を書く場合が多いんですけどそれを見て大丈夫です ちょっともう一回言いますね。事故ありました。